は8月4日水曜日から8月の4日定期で、こういうツアーのためにこの度、埼玉県新聞コンクールで最優秀賞、県知事賞を受賞しました。校内のことだけでなく、地域に密接した新聞も作っています。今後とも不動化高校新聞をよろしくお願いします。